皆さんこんにちは。今回はトレバのプレイ動画を紹介していきたいと思います。で今回はね、お菓子の景品を2つね、獲得した動画を紹介していきたいと思います。でまず1つ目こちらですね、やっていきます。橋渡し設定なんですけども、かなり大きい景品ですね。まず1点目、ちょっと景品を押してみます。まあ、こんな感じですね。で奥のところはちょっとしか乗っかってないので、こう平らな状態にすればね、あと1人手で取れるんじゃないかなと思っています。でプレイチケットね、今回3枚あって、今1手目やってみたんですけど、残り2手なので、まあ、結構ね大きい景品なんですけども、アームバーも割と強いので、まあ、いいところを狙っていければ十分チャンスあるかなと思っています。さあやっていきましょう。まあ横はね、大体真ん中ら辺でいいかなと思うんですけども、この辺りですね。で奥が、この手前の斜めになっているバーのほんのちょっと奥ら辺を攻めたいなと思ってます。この辺りですね。で景品そこをつかめれば、さあどうでしょう。 OK、 完璧ですね。はい、こんな感じで獲得することできました。ポイフルのボックスですかね。まあ、1手目で、景品横というか、平らな状態にしたのが多分良かったかなと思うんですけども、2手で獲得することできました。さあどんどん行きましょう。続いてこちらですね、アポロのチョコレートのお菓子なんですけども、こちらやっていきたいと思います。プレイチケット3枚ですね、あるんでやっていきたいと思います。これも橋渡し設定なんですけども、一手ちょっと右寄せしてですね、やっていこうかなと思います。このタイプは回転台ですね。さあどうでしょうか。まあ、1手目でちょっとさっきと同じように押してみたんですけど、これはね、ちょっとずつこう回転させながらやっていくタイプかなと思うので、手前のところね、あとちょっとしか乗っかってないんですけど、まあ、さっきみたいにね、もう真横にするような感じではないので、このタイプもう斜めになっちゃってる形だと、もう回転させながら取っていくしかないかなと思います。さあプレイチケット2枚目ですね、やっていきましょう。かなりね、右寄せして左アームで、奥の角のところらへん、を狙うような感じでやっていきます。この辺りですかね。でここで回転させていきたいんですよね。でちょっとずつどうすかね、来てるような感じあるんですけどね、まだちょっと手数かかるかもしれないですけども、さあ残りプレイチケット1枚だときついかもしれないですけど、やっていきたいと思います。最近ね、トレバのお菓子の景品増えましたよね。昔はね、お菓子景品って多分なかったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、最近お菓子の、選択もね、ボタンでできるようになってきましたし、かなり数もあるんですけども、さあ3回目ですね、やっていきましょう。いいとこ行きましたね。さあどうでしょうか。ちょっとずつ来てるような感じするんですけどね。はい、ということでプレイチケット3枚使ってやってみたんですけども、取れなかったですね。まあ、あとでも数手で取れそうな気がするんですけどね、ちょっと課金してやろうかなと思います。まあ、このタイプね、回転させる必要があるので結構最後粘るんですけども、どうですかね。さあ課金したのでやっていきましょう。1回 2000TP なので200円ぐらいですかね。まあもう買った方がね、ぶっちゃけお菓子の景品は安かったりするんですけど、まあちょっとね、あと1手2手で取れそうな気するのでやっていきたいと思います。ここっすね。さあどうでしょう。いけ、おっと、来てますよね。来てるとは思うんだけど、まだ粘りますかね。これね、お菓子の景品とかはね、まあ1回2回で課金して取らないと、まあ、赤字なんですよね。まあ完全になので、次で取りたいんですけども、どうでしょうか。落ちそうだけどな。まあでも自然落下はさすがにちょっとなさそうなので、もう一回やっていきたいと思います。残り 3100TP なので、この課金であと1回ですかね、プレイできるんですけども、やっていきましょう。結構ね、いいところついてると思うんですよね。ギリギリのところで左アーム入るかな。よしと、ギリ一番いいとこ攻めてると思うんですけど、いやもう点っすね。くそ、取れないか。さあここで400円ぐらい使っちゃったんですけど、いやもうかなり来てますよね。多分あと1手で間違いなく取れると思うんですけども、自然落下しないかな。結構ね、いいところ狙っていけてるような気はするんですけどね。はい、ちょっと厳しそうなので、もう1回課金していこうかなと思います。もうね、これだけで2回課金したらもう負けですね。トレバでは1回で引き分け、2回でも負けって感じなんですけど、まあちょっとこれあと1手でさすがに取れると思うのでやっていきます。まあこの回転系のね、設定はね、もうここ攻めるしかないので、さあどうでしょう。いいですね、いいとこ行ったので行くでしょう。いけ、
よしと、はい、ということで取れましたね。ちょっと課金してしまったんですけども、こちらのチョコの景品獲得することできました。まあこの回転台はね、難しいですけども、こんな感じでしつこくやっていくしかないかなっていう感じですね。はい、ということで今回はお菓子の景品2つ獲得した動画紹介させていただきました。まあ、お菓子の景品ね、最近数も増えてきましたし、結構取りやすいね台もあったりするので、結構狙い目なのかなっていうふうに自分は思ってます。ただ課金してしまうとね、実際に買った方が安かったりするので、そこは注意がいるかなと思いますけども、自分の動画ではこういったトレバのプレイ動画などを中心にアップしてますので、ぜひチャンネル登録してください。最後までご覧いただきましてありがとうございました。それではまた他の動画でお会いしましょう。さよなら。